こんにちは、盆栽ノートです。こちらは、昨年の芽摘みで摘んだ芽を、挿し木して作った、桜の寄せ植えです。一つだけ、花を咲かせてくれました。とても可愛いです。挿し木一年目でも、花が咲くのですね。こちらは、同じ動画で、一本だけ別に植えた、桜の挿し木。葉芽ですが、こちらも動き出しています。以上、挿し木桜の開花でした。来年も咲いてもらえるよう、しっかりと肥料を与えようと思います。次回は、新芽の様子と、芽摘みをお送りします。よろしければ、チャンネル登録を、お願いします。ご清聴ありがとうございました。